現実売却フィールドって何かっていうと、スティーブ・ジョブスのことを、アップルの社長が、あいつは現実売却フィールドを使っていたと、評したことが語源です。現実歪曲って何かっていうと、現実を歪めることができるっていうことです。例えば、今では僕たち当たり前のように、スマホ、iPhone とか持ってるじゃん。でも iPhone なんて、地球上の誰も求めてなかったのよ。ね、iPhone の発表会の時にスティーブ・ジョブズはなんてプレゼンしたかっていうと、新しい革命的なプロダクトが生まれた。iPod。iPod って音楽聴くやつね。iPod。それからインターネット。テレフォン。この三つが一つになったって言ったわけ。でも冷静に考えて、この三つが一つだったらなって悩んでた人類いた？いないよね。誰も困ってなかったんだよ。電話は電話、ネットはパソコン、iPod は iPod でみんな使って便利だなって思ってたのよ。誰も悩んでなんだよ。なのに、アップル社みたいなでっかい会社が、社運をかけて、その三つが一つになったプロダクト開発にエンジニアとか、プログラマーとか、なんかわかんない、工場のラインとか変える必要ある？じゃあなんでやれたの？それは、ジョブズが現実を歪曲させる力があったからだと。要は、アップルの社員全員騙されたんだよ。本当はできるわけなかったんだよ。iPhone って。だけど、ジョブズがあまりにも情熱的にできる、できるって、俺たちがやるしかないんだ、これは革命なんだ、人類のライフスタイルを変えるんだって、むちゃくちゃ言って、ジョブズがもう、あまりにも言うもんだからみんなが、できるかも。もしかしたらできるかも。みたいな感じになってんだよ。これ、現実歪曲フィールドって言うんですよ。ちなみに、あさみはなんで岡山から東京に来て焼肉屋で働くことになったの？コムさんからスカウトいただいたから。焼肉マフィアって何のためにオープンしたの？チップのモデル店舗になるためです。必要あんの？誰か求めてた？チップのモデル店舗が日本にあればなって思った人誰かいた？俺一人じゃん。なんならチップってどう受けて思いますとかさ。めちゃくちゃ言われるぜ。お、俺一人なんだよ、そんなの信じてんの。でも今お前信じてる信じてない、どっち？信じてます。なんで？鴨さんが信じてる。現実が歪んでんじゃん。違いますか？今焼肉マフィアに、焼肉マフィアに来たことがある人、お客様として。おお、すごい、ありがとうございます。チップ払ったことがある人、なんで払ったの？だって他の店で請求されないのになんで払ったのよ。お前いいやつだな。ねえ、現実歪めちゃってですよね。これ現実歪曲フィールドなんですよ。本当はそんなロジックないんですよ。日本にチップなんかいらないです。なくても大丈夫だって成り立ってんじゃん。そうでしょ。飲食店で働く人たちの年収を800万にする必要ありますか？誰でもできる仕事だよ。誰でもできる仕事は年収が低いのが当たり前だろうが。違いますか？でもうちは平均年収が678万円の焼肉屋だよ。どうですか？現実歪んでるじゃないですか。ありえないよ。年間1800万円のチップもらってんだよ。どこにそんな店があるのよ。現実歪んでんじゃん。みんな騙されてんだよ、僕に。これがジョブズがやったことです。そうやって世の中の人類のライフスタイルを根底から変えたんですよ、あの人は。偉大だと思わないですか？で、この現実歪曲フィールドを使えるようになるために何をすればいいかを今から言いますよ。自己洗脳です。これが現実歪曲フィールドを使ってる人がやってることなんですよ。俺ね、マクドナルド時代に言われたことあるんですよ。マクドナルドで1店舗目で仙台一番町通り店っていう店で、俺はもう今で言うとすげえ鬱だったわけ。もう会社辞めるしかないっていうぐらいまで追い詰められて。そんな時に肩叩かれたわけだ。青森県弘前市の店にお前転勤だって言われて。2週間後に転勤しろって言われて。
ああ、終わったなと思った、その時は。で、行ったお店がさ、ドライブスルーの弘前のお店と、1ヶ月以上前に開いたサテライト店舗っていう、店長とかがいない店があんだ。要は店長が2つ見なきゃいけない店が。先に開いてたの。黒石ジャスコ店っていう。もう今はないのかな。あの、ジャスコ。久々に言ったな。ジャスコの中にあるマクドナルドだな。マックシェイクとかないようなちっちゃいお店だわ。で、そこに最初は社員がいたのよ。俺が来る前に、ね。あの、店長じゃないやつがいた。だから店長もいないのに開けたんだよ。すごいよね、マクドナルドって。あの、店長になる前の社員。僕、同期のやつだったんですけどね。まあ、こいつはまあ、やべえやつで、あの、切れるやつなのよ。なんかもうイライラすると。なんかアルバイトに、あの、電話のコキとか投げるやつね。何やってんだ、バーン俺と同期のやつなんだけど。で、俺の部下になっちゃったんだけどね。で、あまりにもひどいから、あいつがいると店が良くなんねえから、あの、手に負えないんで、手に負えないっていうのは、オープンしたばかり。ね、社員3人いたけど、逆にあいついると邪魔だから、あいつ、あの、飛ばしたいって上司に相談したら分かったって飛ばしてくれた。社員が足りない時期だから。グランドオープンばっかりしてるから、1年間に400店舗オープンしてる時期だから、だから、社員1人いらねえって言われると嬉しいんだよ、上司は。おお、よかった、こっち足んねえからって。で、俺は、社員がいない方がマシだと。で、今日もほら、2店舗あるから目が行き届かないのよ。で、ドライブスルーのお店の方が売れるからさ、この売れない方のお店行けないんだよ、うん。で、アルバイトのマネージャーもまだ育ってないから、朝、オープンから閉店まで俺店に行かなきゃいけないの。で、こっち行けないから、で、行けない時に悪さする社員がいると、どんどん悪い店になるから。で、悪い店だったんだよ。もう、アルバイトの子たちがなんか、あの、アップルパイ食ったり、なんか持って帰ったり、お金持って帰ったり、あげくの果てにはジャスコの商品を万引きするやつとかいたんだよ。でも、どうにもなんねえから、この社員が邪魔だからって飛ばしたわけ。じゃ、そうするとさ、どうするかっていうと、ここに、こまっちゃんっていう女の子の女子大生のアルバイトマネージャーがいたの。こいつがめちゃくちゃサービスがいいわけ。こいつだと。こいつだったらこの店を、もう本当にホスピタリティのかけらもないお店だったからね。こいつを軸にこの店を作り上げようと思って、俺毎晩営業が終わると2店舗の、毎晩こまっちゃんと待ち合わせして飯食ってたの。で、たまに、こっちのお店が、ピークが終わったら、その黒石ジャスコまで車で20キロぐらい離れてるからさ、行って、その黒石ジャスコっていうお店で、こまっちゃんと一緒に、カウンターの前の席で二人で飯食いながら、こまっさ、サービス業って最高だよな、とかさ、お前この店どんな店にしたいんだよ、とか言って、もうずっと二人でサービス談義をするわけ。で、なんかもうお互い感動して泣いたりしてるわけ。なんか、バイトからすると気持ち悪い奴らだよな。なんかたまにしか来ない店長が、アルバイトリーダーの女子大生と泣いてんだよ。サービス業について語り合いながら。それぐらいこうコミュニケーション取って、で、こまっちゃんにこういう風にやろう、ああいう風にやろうって俺が熱く語るじゃん。で、だんだんこの店がサービスが良くなっていくわけよ。こまっちゃんを中心に。もちろんいろんなことが起きんだよ。なんか、こまっちゃんと同期で、拗ねちゃう女の子とかもいたりするんだけど、もうそれでもこまっちゃんは、いや、鴨頭店長の理想を叶えるためにって頑張ってさ、どんどん良くなっていくわけ。で、本当に、このドライブスルーのお店も、日本一のお店に表彰されたり、で、サテライト店舗も売り上げがガンガン上がったわけ。ホスピタリティが良くなって。で、万引きもなくなったわけ。で、いい店になった頃によ、こまっちゃんに言われたのよ、飯食ってる時にいつものように。なんか、店長って、ちょっとなんか変わってるなと思って、え、何が？って。いや、店長と喋ってると、本当にそうだなって。それさえやれば絶対店良くなるなって思うんです、つって。だろ？つって。で、実際動き始めると、なんかこれ、辻褄合ってないなってわかるんですよ。頭いい子なのよ。四大で、弘前大学で。な、ま、後にマクドナルド入社して店長になる女の子なんだけど、なんか、店長の話聞いてるときって本当にそうだなと思うけど、実際にお店でやり始めると、なんかこれ辻褄合ってないなっていう気になるんですよ、って言って。おーって。で、そんなときどうしてたのって。いや、次に店長に会ったときに、なんかこれこうなんです。なんか違うと思うんですけどって質問するんですよ、って。でも店長と話してると、本当にそうだなって思うんですよ。で、賢いからね。明らかにロジックが破綻しているのに、なぜか店長と喋ってると絶対できると思うと、それなんでなんですかって聞かれたわけよ。で、その時に俺答えたのよ。それは
俺が騙されてるからだって。論理が破綻してても俺はできるって思い込んでる。だからお前も一緒に騙されてんだよって。かわいそうにねって言ったの。現実歪曲フィールドってこういうことです。俺が相手を騙そうとしてないのよ。俺本当にできると思ってんだよ。誰が疑っても俺はできると思ってるから。だからできないことができるんですよ。それが現実歪曲フィールドを使ってる人です。ジョブズは本当にできると思ったんだよ。人類みんなスマートフォンを手にして今までとは全然違うレベルの生活をするようになるって、オープンプラットフォームでアプリの開発はアップル社じゃない人間がして、それを全人類が作って、アップルはそれの税金で時価総額世界一になるってジョブズは思ってて、今なってんじゃん。そんなの誰も思いついてないし、現実的じゃなかったんだよ。で、アップルのその偉い人が本かなんかで書いてたんだっけな、今振り返っても iPhone なんて絶対に売れない商品だったって。タイムマシン乗ってもあの iPhone は売れない商品だった。かっこよくないか。現実歪曲フィールドってそういう人しか使ってないんだと僕は思います。まあジョブズがどうだったかまでは俺には分からないけどね。鴨頭義人、現実歪曲フィールド結構使ってるなって自覚があるんですけど、それはね、僕が信じてるからです。僕は武道館行きますよ。僕が武道館立つってことを皆さん疑います？立つと思ってるでしょ。なんでよ。立てるわけないだろ、現実的に考えたら。違いますか？ねえ、歌手になりたい人、バンドでプロになりたい人いっぱいいるよね。ねえ、でもほとんど人なれないでしょ。 1% もなれないですよ、プロなんて。で、 1% もなれない人たちが全員武道館のステージに立てますか？立てないですよ。でも俺は立つよ。現実歪んでんじゃん。ねえ、でもうちの東京エデュケーションギャラリーに来てごらんよ。電子パネルにずっと2年後武道館って出てるよ。ねえ、Facebook のメッセンジャーのあのノートっていうところなんて書いてんのよ。カモさん2年後武道館ライブ。ほら、もう完全に歪んじゃってんじゃん。まともな会社の社員がやることじゃねえよ。違いますか？どこの会社の社員が、自分の会社の社長が2年後武道館行きますって SNS で投稿毎日すんで、あれ毎日聞けんだよ。違いますか？現実歪んでんじゃん。それが現実歪曲フィールドですよ。それが使えるようになると、できないことができるリーダーになります。ぜひ自己洗脳できるぐらい、使いたかったんだよ。全員やれるようになりなさいって言ってないからね。現実歪曲フィールドってそういうものです。もう技術と呼べないかもしれない。なんだかよく分かんない。俺もこれがスキルなのか何なのか分からないけど、スキルとしてはもしかしたら身につかないのかも、変な宗教だこれ。ああ、変な宗教だよ俺そう思うね。全ての人ができるようになる必要もないし、ならないと思うけど、じゃあどうやってんですか、カモさんはって言われたら、洗脳してます。他の人がどう考えてもできないって思ってることを俺はできるって思ってる。そうすると俺に近い人間は同じように洗脳される。これが現実歪曲フィールドを引き起こしている人物の実態だと思います。以上です。ありがとうございます。ビジネス力を学び続ける、磨き続ける、長期的に成長したい人にぴったりなオンラインサロン、それがカモビズです。カモビズで仲間になってビジネス力を高めていきましょう。いいね、いいね、いってらっしゃい。